But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew.
さんこんにちは。ちょっとこれ見てください。撮ってるの5月なんだけどさ、ちょっと5月でこの黒くなり具合ちょっとやばくない？めっちゃ黒いよね。昨日草むしりをしてたんだけど、日焼け止めとか何にも塗らずに草むしりをしてたので、こんなにね、どう見せたい、こんなに真っ黒になってしまいました。半袖焼けをしてるのでわかるかな、ほらちょっと半袖焼けをしてるので若干恥ずかしいだけど、はい、まあいいでしょう。もう毎年毎年夏は真っ黒になってるので、はい。今日はこれから、友達のところにサロンに行って撮影をねしに行ってきたいと思います。ついでに眉毛もやってもらう予定です。はい、ちょっとラフなカジュアルな感じでこの下はデニムを履いて行ってきます。前回の動画に結構反響があって、インスタの方で何人かメッセージをね送ってくれた方がいらっしゃったんですけど、こう安易に発信できることでもないし、結構自分の中でも話す内容とかもあれでも考えて配信をさせていただきました。一人で悩んでたから、同じ病にかかっているっていうのを知って、なんか心強くなったって言ってくれた方もいるし、自分でしか直せないものだと思っているので、少しでもそういう声をいただいて支えになれたんならね、本当に良かったなって思います。うん、そう、まだまだ眉自身も途中経過だから何とも言えないんだけど、直したいっていう気持ちっていうよりは改善していけたらいいなって思っています。うん、DM くれた方も本当にありがとうございました。自分もこうでしたとか、僕もこういう経験がありましたっていうことでさえ多分すごく勇気がいることだし、そういう精神の中でも送ってきてくれた方たちには本当に感謝をしていますし、一緒に乗り越えていけたらいいなと思っています。はい、なんか薬にただ抵抗があるんじゃなくって、過去に毎月毎月薬を飲んで体調を崩してた時期があったからこそ、薬に対しての考え方っていうのがちょっとこう人とは違うだけなので、まあそれもねまた別の動画で一本の動画にしていきたいなと思っています。はい、ということでとりあえずね行ってきます。ハリウッドブローリフトが終わりました。うん、いい感じ。この辺をね本当に書き足してるだけなので、すごいねお化粧が楽ちんになります。なんか一つ前の動画が結構ね、タイトルもタイトルだからさ、まだ見れてないんです内容をっていう人も結構いらっしゃって、はい、割と普通に栄養不足と体の歪みでしたっていうお話になっているので、もしご興味がある方はぜひ、ご覧になってみてください。はい、もうさフェスとかの時期になってくるじゃん。無理はせずに行けるものは行きたいなと思っています。グリーンルームがちょっと行けなかったのは、残念なところではありますが、まあ焦らずねのんびり回復していけたらいいなと思っています。はい、なんて言うんだろうな、
ギフトだと思っているんですよね。病気とかそういうのってね、強がって言ってるんじゃなくて、本当にこの経験から私は何を学ぼうとしているのかなっていう、治るということを前提に考えているので、どうアプローチをしていこうかなっていうふうに今はとっても楽しんでいます。うん、もうさ、なんかやっぱ動画は楽しくて好きなんだよね。自分で喋るのはそんなに得意ではないけれど、動画を作ることがすごく好きだから、うん、だからちょっと6月は動画、まあその仕事との兼ね合いもあるからさ、わからないんだけど、なんかもうちょっと発信していけたらいいなって思っています。はい、それでは今日はこの辺で動画を終わりたいと思います。チャンネル登録まだの方は登録をよろしくお願いします。バイバイ。